はい、しおみんです。ですね、ただいま、日付が変わってですね、3月の9日から10日に変わりました。今0時20分ぐらいです。ですね、何やってたかというと、大阪、新大阪からですね、8時ぐらいに、20時ぐらいにですね、新大阪出てですね、今から埼玉まで行くんですけど、一応動画はですね、名古屋から東京までの動画を撮ろうかと思っております。ミッドナイトドライブっすよね。今0時20分ですが、まあ明日の朝の10時ぐらいまでに着こうかなと思ってますんで、どっか仮眠取りながらですね、走っていこうと思います。とりあえず今23号バイパスですね、名古屋にを通過している23号バイパスの横のファミマで今撮影しております。今からじゃあ名古屋出発してですね、東京の方に向かいたいと思います。それではまた一緒にドライブしましょう。行きます。それではファミリーマート出発したいと思います。名古屋市内の23号線に合流しております。ここからしばらく23号線ですね、その後1号線になっていきます。はい、まだ名古屋市内ですが、夜ということでもあってですね、ほとんどどれぐらいかな、7割ぐらいトラックばっかりっていう感じですね。トラックが多かったら信号が見えにくかったりですねするんで、ちょっと怖いかなと思ってます。今名古屋市内ですが、まだまだ、東に向かってですね、ずっと進んでいってるような状況です。名古屋抜けて刈谷とか豊橋とか、あるいは浜松とかですね、そっち方向に今走っております。今日のですね、車、お供はですね、カローラスポーツくんですね。令和元年11月登録なんで、まだバリバリの新車でございます。カローラスポーツくん、すっごい足が硬くてですね、いい感じで、吸い付くようにコーナリングしてくれるいい車ですね。前回ね、東京行った時にですね、ワンボックスでセレナとかに行ったんで、結構ノロノロ行った感じでしたけど、今回は割とこう快調に行けるんではないかなと思ってですね、楽しみにしております。はい、23号バイパスをですね、ひたすら、西に行ってるという感じです。はい、まだですね、名古屋を出たとこぐらいですが、よくですね、友達とかにですね、下道で、東京まで行ってますよって話をすると、とか言って驚かれるんですが、見ていただいた通りですね、割とこう信号のないバイパス的な道も結構多くて、どうかな、イメージ的には7割ぐらい信号のないバイパスの道という感じかなとは思っております。ですので、若干ですね、清掃バイパスとか、横浜新道とか第三京浜とか、割と安めのですね、高速道路を使うと、名古屋大阪間、名古屋東京間でもどうですかね、夜走ると割と早め5、6時間ぐらいで着くんではないかなと思ったりします。まあそんなに飛ばさないですけど、それほど遠いという感じではないかなと思います。ただ
と誰でしたかね、誰かが減少してましたが、二輪のあの原付き125cc 以下で走るとですね、バイパス通れないバイパスが何個かあるんで、そうなるとですね、ちょっと時間はかかるのかなと思ったりはします。まあそう考えるとですね、昔に比べたらすごいあの道が整備されているなっていうのは印象としてありますね。はい、では、どんどん行っていきたいと思います。はい、豊橋方面に向かっております。はい、もうすぐですね、1号線と一旦お別れしてですね、23号バイパスみたいな形になります。バイクを先に行かせてあげます。はい、この時点で蒲郡まで38キロという感じです。38キロ道はありますが、蒲郡で一旦下道みたいなところに降りなくちゃいけないというようなところでございます。じゃあもうどん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 西の方に進んでいきたいと思ってます。まだ走り出して名古屋から15分ぐらいですので、まだまだ走らなくちゃいけないかなと思ってます。はい、安城町ですね、通過します。この前北京丼、北京本店で食べた北京丼を買った食べたのが近くにありますね。とりあえずリンク貼っときます。よかったら見てください。こうやってなんかどっちか言えば日本の地図をですねメッシュかけてるって感じですね。いろんなところに、生きて楽しいですが、ちょっと辛い時もありますね。やっぱり眠たいくなったり、もうちょっと固定が緩かったりしたらいいのになとかって思いながら、まあでも一応お仕事なんで仕方ない部分もあろうかと思ってます。では、どん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 西に走っていこうと思います。あ、違うわ、西ではないです。どんどん東に走っていこうと思ってます。時刻はただいま、12時48分ですね。安城市を通過しました。はいはい、蒲郡の市内に入ってきました。肉眼で見るとですね、割とこの辺夜景が綺麗なんですよね。多分カメラじゃあんまり伝わんないかとは思いますけど、ぜひ夜に来てですね、肉眼で見てみてください。あと蒲郡のあの出口というか、一旦降りなきゃいけないポイントまで先ほど9キロぐらいで出てたのかな。ですのであと7キロぐらいですかね、したら、インターを降りると思います。一旦そんな感じです。ただいま1時2分なんで、走り出してから約40分ぐらいを経過したって感じですね。名古屋市内から蒲郡まで空いてても大体40分ぐらいかかるという感じでしょうか。ではまだまだ東に向かって進んでまいります。それでは、はい、蒲郡インターですね、23号バイパス終点のマークが出ております。一旦ここでバイパス終了で、下道ね、23号と1号どっちかも行けるんですけど、私はいつも、1号線の方に出て、東の方に進んでおります。今回も冒険せずにですね、1号線の方に出ていきたいと思います。こうやって見るとなかなか幻想的ですね、このライト。
夜間撮影は時々ですね、フロントガラスにピントが合っちゃってですね、外の景色が撮れてないケースもあるかと思います。それはそれでちょっとご了承くださいませ。それではこうやってですね、1号線の方に出たいと思います。はい、1号線に出てきましたので、ここで東京方面というか東の方に向かって進んでまいります。前に測ったこっから大体6キロでもう一回バイパスの乗り口に出れるという感じでございます。まあ、しばらく下道ですね。はい、それでは、はい、ここで一旦ですね、1号線と別れして豊橋バイパスですね、豊橋バイパスの方に向かいたいと思います。ここね、あんまり標識がないんですよね、バイパスこちらみたいな。ちゃんと覚えとかなかったら結構ここ迷いますよね。こんな感じがします。はい、あそこからですね1キロも走ってないと思いますというところで、バイパスの乗り口があったりします。はい、もう見えてきてますね。この23号線ですね、23号バイパスということで行ってみたいと思います。はい、バイパス伸ばそうとして工事頑張ってくれております。早くバイパスが完成するといいなと思いますが、まだちょっと先っぽいですね、この雰囲気では。まあ、とはいえですね、こっから割と快適なバイパスがどこまで続いてるのか、多分浜松まで続いてると思います。違ってたらごめんなさい、もし違ってたらテロップで訂正しておきます。それではまだまだ東に向かって、あと静岡まで128キロ、浜松まで51キロっていうところです。ただいま深夜の1時23分、名古屋からだいたいそうですね1時間ぐらい経過したというようなところで、来ております。はい、ただいまですね豊橋を通過したぐらいでございます。時刻の方は今1時32分ですね。そんな感じでございます。はい、はい、ただいま2時ですね。2時になりました。ですね、多分もう浜松のですねちょっと南側を走ってる感じになってると思います。この辺まだ23号じゃなくて、この辺からもう1号バイパスなんですね。はい、1号線を東に走ってるということになっております。ちょっとね、詳しく調べてないんで、6号までが23号線でどっから1号線なのか、ちょっとそれ後で調べようかなと思ってますが、とりあえずですね、浜松ぐらいまで、到着しております。距離にしてだいたいそこから、250キロぐらいですね。あれかな、名古屋から100キロぐらいなのかな。大阪から考えるとですね、あと250キロぐらい走るとですね、だいたい東京あたりまで行くという、だいたい浜松が大阪東京間の中間点みたいな形になろうかと思います。まあ、今回は動画でですね、名古屋から東京ということにしておりますんで、名古屋からだいたい今、100キロぐらいな感じですかね。あとだから250キロぐらい走るという感じですかね。
大体名古屋から東京までそうですね350ぐらいですかね、それぐらいあろうかと思います。あと250キロぐらい走るとですね東京着きますが、もう2時超えてるんで、どっかで仮眠取ってから朝走ろうかなとは思っておりますが、ちょっと今日はですねそんなに、多くの時間寝れないかなと思っております。できたらもうあれですね3時ぐらいにサクッと、掛川インターあたりでですね、仮眠取ってですね、あとはもう明日朝走るということにしたいなと思っております。じゃあ続き動画撮っていきますね。はい、はい、浜松を過ぎてですね一旦こうバイパスが終わっちゃうんですよね。で次のねバイパスというかこう企画道路っていうんですかねに行くまでここがちょっと長いんですよね。この浜松の近くかな、近くを通るこの国道1号線のですねところ早期になんとかしてほしいなっていう感じでございます。ここがねつながればね結構ねもう下道で東京までスイスイ行けそうなそんな感じがするんですが、やっぱりところどころこういう下道があってですねそこに対してちょっと時間かかるというのがまだちょっとありますね。ということで、とはいえですね東の方に向かってどんどん進んでるというのは事実のようでございます。じゃあですねどっかでまた動画を撮っていきます。それではとりあえず浜松通過しましたということでございます。はい、まだ浜松付近の下道を走ってるという感じですね。ただいま2時24分、そうですね20分ぐらい経ったんですかね。この道がまた長いんですよね。ここなんとかしてほしいですよね。ということでもうすぐバイパスっぽくなってくると思いますが、もうちょっと先かな、また回したいと思います。今日は掛川ぐらいでちょっと仮眠取りながら行きたいと思っております。それでは、はい、ビデオを止めて1分ぐらいで来ましたね。やっぱり、下道だいたい終わりです。今からですね静岡方面に向かってまたちょっとバイパスっぽくなっていくと思います。でもまあ2時過ぎるとそうですね、やっぱり交通量はだいぶ減るという感じなんでしょうね。まあ当たり前っちゃ当たり前ですけど、こんな時間にですね車をまあ走らせてるのはどっちかというと仕事で走らせてる人だけかなと思いますが、まあ、普通の人は寝てる時間ですもんね、2時半というような形でございます。あと静岡まで70キロぐらいのところまで来ております。どうしようかと思っているのが、沼津からですね246で、東京方面行くか、そのまま1号線で、箱根、の山抜けていくか、ちょっと朝起きてから考えようかなと思っております。はい、静岡方面バイパスに入るところですね。イカカメラが外れちゃったんでですね、もう一回付け直してですね、走っております。では、静岡方面に向かってですね走ってまいります。それでは、はい、ここら辺でですね新密あたりで一回下道になるんですよね、ここがね。でまた、掛川のあたりで、バイパスになるというようなところら辺ですね。ここも早くつなげてほしいよね。
てな感じで、また赤信号になっております。それでは、はい、掛川の市内と分かれてですね、またこの辺からバイパスになっていきます。じゃあどん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 東に進んでいきます。それでは、静岡市でですね、下道になるんですね、ここ一回ね。で、今時刻が3時22分です。掛川あたりでですね、仮眠取ろうかと思ったんですけど、なんか全然眠たくないんで、今日はこのまま行けるとこまでちょっと行こうかなと思ってます。ということで、まだまだ東に向かって進んでおります。ちょうどそうですね、名古屋出て3時間、名古屋出て3時間でだいたい今静岡市あたりに来ております。相変わらず国道1号線を東に進んでいるという感じでございます。それではまた動画撮ります。はい、今3時31分ですね。ここは、静岡市のですね、静岡のあるバイパスの上を走っております。だいぶ静岡の市内の方ですねを走っているような感じでございます。それではまた動画撮ってきます。はい、今ですね4時4分です。道の駅富士っていうところまで来ました。あとこうまだ178キロぐらいありますけど、ちょっとですね休憩がてら1時間ぐらいかな、まあちょっと起きるまで感を取りたいと思います。それではおやすみなさい。はい、おはようございます。朝になりましたね。今6時2分です。2時間ほど仮眠トークですね、スタートしたいと思います。今回、ちょっとですね、東京と言いながら、埼玉の方に乗せになるんで、沼津の方からですね、ちょっと246北上したいと思います。それでは行きます。シュー、しかし国道469号線というところに入ってきました。このままですね、御殿場まで向かいます。御殿場まで22キロというところに来ております。結構ですね、なんか Google さんにですね、県道みたいなところを回されてですね、それでこの国道に合流しました。これあれですね、御殿場から富士見に抜けてるような感じの国道ですね。はい、ということでですね、どんどん進んでいきたいと思います。それでは、はい、御殿場からですね、左方向です。はい、246の方に合流していきます。しばらく246行くって感じですね。よいしょ。はい、東京都心部に入ってきております。246をですね、渋谷方面に行こうと思ってたんですけど、まあ129で今北上してるっていう感じです。東京都内には入ってますが、都心という感じではないですね。八王子にを抜けてですね、埼玉の方に向かっております。でもご存知のようにというか、もう渋滞続きでずっと渋滞してるという感じですね。さすが特許。ということでですね、本日のビデオですね、一応名古屋から、東京に行くのにはどんな道通っていったのかということをですね、いう動画をですね終わりたいと思ってます。それではまた。